タルクとフェルン、尊すぎるダンス。早々のフリーレン、第15話の反応集行ってみよう。魔法使いのアニメの後に魔法使いのアニメをするぜ。オープニングの最後の方を見るたび、ゼーリエさんの CV 誰かなと気になる勢い。試験編始まったらオープニング変わるといいな。コラボ CM でその顔やめーや。フリーレン様、お願いですから案件は真面目に宣伝してください。今度はフェルンさんがうたたね。うたたね、フェルンちゃん可愛すぎる。フェルンママがあんな姿を見せるなんて珍しい。フリーレンとフェルンでもう4年旅してるんだ。旅開始から4年経ってんのか。シュタルクとも1年も旅してたのか。シュタルクがパーティーに入って1年なんか。このパーティーに足りないもの、エロさだな。人気投票第3位のミミックさんだ。ミミックさんをソース、相変わらずミミックに引っかかってるんか。このエルフいつもミミックに引っかかってんな。フリーレンはミミックに引っかかりすぎだから。それは定期イベントだから問題ないだろ。 BGM ぶつ切りいい仕事してる。年上のお姉さんやろがい。いい年して年上のお姉さんが好き。またお姉さんを求めてる。この生臭坊主がよ、気持ちはわかるけど。大人のお姉さん、フリーレンは除く。フリーレンは完全に対象外。年上の色っぽいお姉さんは必須なんだよな。フリーレンって年上のお姉さんなのにそういう扱いされないよな。シュタルクはフリーレンのことちゃんとお姉さんだと思ってるのか。みんな眠っている。イベント発生中、ドラクエ3のノアにいるの村かな。年上のお姉さんが寝落ちされてる。口元に頬を近づけて息があるか確かめるザイン。急にかっこいいじゃん。中村雄一ボイスの呪いだなは違う作品なんよ。もうサブ隊回収されちゃった。フリーレンもさすがに無情ではない。実際に某 RPG では全員眠らされてる村が厄介だから、スルーして次の村に行けるんだよね。魔法の中でも特に厄介なのが呪いって扱いなのね。石にする魔法、もしかして復活液が必要か。呪いの発信源ってわかるもんなの。僧侶いないとマジで詰むよなこの世界。魔族の魔法と一緒で原理がわからないなんて女神様の魔法すごいな。女神の魔法はハイランクの魔法なのか。女神様の魔法使えたら最強すぎでは。魔術は学問だけど、女神の魔法は資質が必要な能力っぽい。おいそれと魔法が使えるのではないってのが好感。この僧侶と魔法使いの違い、なかなかうならされるね。現在進行形で呪われているフリーレン一行。こうやって横並びに立つとフェルンがすごく大きくなってるのがわかる。魔法使いには呪いを感知できないのか。魔物や魔族を倒すことでも呪いは解くことはできるのか。呪いの発信源ってあるんだな。速攻でそれを見極めるザイン優秀だな。今日のザインかっこいいね。シュタルクさん寝ちゃった。シュタルク、早速ダウン。魔力耐性が低い順に寝てしまうという恐怖のシナリオ。また浮かされて運ばれてるシュタルク。このシュタルクの人権がない運び方よ。あ、フェルンも呪いで眠りに。フェルンも落ちたか。冒頭でフェルンが眠って頼む伏線だったのかな。強い戦士でも呪いには対処できないので一人じゃ出歩けないよねこの世界。カップル結界来た。シュタフェルの貴重な添い寝シーン。シュタフェルありがとうございます。フェルンとシュタルクだけで一夜を。フェルンとシュタルク、眠りから覚めた時にどうなる。フリーレンもすや。フリーレンも寝ちゃったか。すごい寝方だな。だんだん寝ていくパーティーの仲間。シュタルク、フェルン、フリーレン、ログアウト。ザインだけになっちゃった。相変わらず出来番かっけ。キャラを一時的に離脱させるのに便利な呪いですね。ザインの戦闘用の魔法、バギ系かな。キャラクター人気投票95位の混沌化さん来た。リオランテ、リオランテじゃないか。めっちゃうねうねな混沌化。見た目だいぶ気持ち悪いじゃないですか。動きと音のせいで原作よりキモくなってる。お、ザイン結構動けるのね。ザイン仲間にしてなかったらマジでヤバかったなこれ。こういうのを見てるとパーティーにいろんなジョブのメンバーがいないと簡単に詰むんやなって。ザインおじさんのバトルシーンは希少価値。あらやだ、おじさんのソロ戦闘パッドとか最高か。相変わらず戦闘シーンはよく動くアニメだ。乱反射きた。葉っぱって乱反射効果あったっけ。
リフレクや魔法カンタなら術者に跳ね返るけど、魔物の能力はランダムみたいね。やはり眠りの魔法が基本にして最強なんだよ。僧侶もこんなに戦えるんだね。かっこいい。フリーレンが何を考えているかわかるやつの方がおかしい。たった5秒。でもフリーレンならやれるよ。ありがとうハイター様の巻。ハイター様も死んでからの影響力すごい。ハイターどんどん良くなってくるな。フリーレンを信じる。ハイターを信じろ。彼女の言葉を信じることにしました、ハイター様。相変わらず戦闘シーンの作がすげえ。目覚めて一瞬で魔法。起きた瞬間ピンとくるのすごいフリーレン。ひゃはぁ、フリーレン。瞬殺来た。フリーレンが5秒で決めてくれました。フリーレン強すぎ定期。フレーレン様かっこよすぎるやろ。やっぱこういう魔法チート系はいくつになっても興奮しちゃう。やはりゾルトラーク。ゾルトラークが全て解決する。いやり返する前に倒したよね。やっぱりフリーレン様余裕だった。さすが年上のお姉さん。話が早い。狭い結界に男女2人。まあ何も起きない。シュカフェルはサチューありがとうございます。お前ら結婚しろよ。年上のお姉さんからなでなでしてもらってる。褒めてくれるフリーレン。ちゃんと褒めてくれるフリーレン様。マジ年上のお姉さん。俺もフリーレンになでられて。頭なでなでするフリーレン最高の賛辞。ワイもフリーレンによしよしされたい。綺麗なお姉さんに感謝されてホクホク。ザインおじさんかわいいね。もう A パート終わって B パートが始まった。魔法都市オイサーストまではあと半分。1クールで半分だから1クールでなんとかなりそうですね。シュタルクスカウトされる。なんか知らないけど勧誘された。いきなりナンパされるシュタルクはロス。いきなり容姿を褒められるシュタルク。シュタルクのケツが危ない。何のクソミソテクニックだ。いきなり現れた紳士がシュタルクをご指名だと。男から体の良さを褒められがちなシュタルクである。肩に触っただけでシュタルクがいい体してるって見抜くとは、ただものじゃない。シュタルク、わかりやすい顔するね。なんかシュタルク、先週から不憫な目ばっかりにやってて草。フリーレンがお姉さんじゃなくママに。ママはフェルンの方なんだよな。偉大なる勇者パーティーの魔法使い、エルフのフリーレン様を知らぬのか。私のパーティーの前衛です。で、貴族に対してもひるまず言うフリーレンいいな。こんな態度だけどシュタルクのこと大事にしてんだな、フリーレンさん。小銭だ、小銭を出世。秘宝、フリーレン様、金で仲間を売る。代わりに早いよ。身売りされたシュタルク。この手のひら大回転エルフはよ。まあ、お金がなくては旅なんかできませんから。シュタルクのお兄ちゃんに似てるな。シュタルクとお兄さんを掛け合わせたような顔。長男戦死したのか。相打ちにはできたんだ。魔族の将軍と相打ちなの。ビルト氏めちゃくちゃ強えじゃん。3ヶ月後まで息子の死を隠すのが依頼か。物言いはいたけだかだけれども、人を守護するためにまっとうな依頼だな。1年も3食おやつ付きで過ごせるってすごいな。魔導書もつけて、前のめり可愛いフリーレン。魔導書もおまけしてくれる。シュタルクの額の傷設定忘れてた。シュタルクも大変やな。ロギンのためにあっさり売られてしまうシュタルク。しょぼしょぼシュタルク好き。息子ビルトの替え玉で貴族修行。ロギンのため。お金のために頑張ろうシュタルク。お金は大事だよ。めっちゃドーナツ食ってる。シュタルクを売った金で食べる甘味はうまいか。シュタルクめっちゃ頑張ってるのにフリーレンたちデザート食ってる。シュタルクが厳しい生活をしてる裏で仲間たちはこれである。かわいそう、一人だけのんびりできない。シュタルクは戦いよりこういうのの方が消耗するのな。自然なシュタフェルキターン。肩になってるけど似合ってない。シュタルクが不憫。フェルン、使用発言しすぎると好感度下がるぞ。らしくないって意味だよね。あーたも言葉選びなさいよ。似合ってないと言いながら。きっとまんざらでもないフェルン。フェルンちょっと嬉しかった。ここで3ヶ月使うの大河ドラマみたいなタイムスケールだ。ムーとキュンは可愛いな。シュタルク教会イベントかな。権利トラウマなんです。許してください。さすが領主、そしてお父様。ここはお前の故郷の村じゃないってさらっと言うのいいな。シュタルク自身も弟ですからね。気持ちは分からなくもない。
積み上げてきたものは決して無駄にはならない。いいこと言うやん。いつも言ってるんだ。いいお父さん。スタルク父がオルデン卿みたいな人だったらどうなってたかな。ほんと気持ちのいい貴族がいっぱい出てくるよね。甘いもの食べすぎじゃない？菓子ばっか食ってんじゃねえぞ。両手にドーナツは欲張りすぎだろう、フェルン。ドーナツにこもってるフェルンかわいい。そんなにドーナツばっか食ってるとまた丸くなるぞ、フェルン。仲間を売る。2回目。食いすぎたので体絞ると痛い、フェルン。フェルンにコルセットは辛いですよ。給仕の女性に振り向くザインクさ。ザイン好みのお姉さんがたくさん。なんで今フェルン転んだ？意外と不器用。ダンスはフェルンよりスタルクの方が上手そう。ダンスは2人で練習した方がいいんじゃない？濃厚なシュタフェルの匂いがしますよ。結婚しよう。シュタフェルテーテーすぎるのでもう結婚してください。シュタルクとフェルンのダンスきた。本当に作画がすげえな、綺麗。紳士淑女のシュタルクとフェルン。社交レッスン歴2ヶ月と1ヶ月のダンス。シュタフェルありがとうございます。どこまでも公式様はシュタフェル派の味方をしてくださる。これはもう新郎新婦ですよ。これシュタルクめちゃくちゃリードできるようになってる。フェルン、この格好してても髪飾りそのままなのいいや。可愛くて綺麗。今日のフェルンシュタルク尊すぎないか。フェルンとシュタルクのダンスシーン良すぎる。ダンスシーンの作画凝ってるな。ダンスの作画力入ってるな。めっちゃぬるぬる動く。ダンスの作画と動きのクオリティ高すぎる。ダンスシーンめちゃくちゃ気合入ってて最高やわ。シュタフェルダンス素晴らしゅうございまする。二人だけの世界じゃん。綺麗な格好して眩しすぎる。あ、本当にレマコールさんの曲が素晴らしい。めっちゃ貴族みたいな立ち振る舞いだよな。笑顔になっていって楽しそうに踊るフェルンとシュタルク、いいな。とても微笑ましいので壁を殴る気にもならん。ダンスじっくり見せてくれて嬉しい。もう付き合っちゃえよ。ケーキ食べ食べ、フリーレン。ケーキばっか食うな。ケーキに夢中なフリーレン様かわいい。前半のかっこよかったフリーレンはどこへ？シュタルク、ついに遠回しに息子になってほしいと言われてしまう。死ぬ前に長男を感動した結果ってわけか。喧嘩した後で死別するの、一生引きずるかもな。不器用なパパだったんだな。大切なものを失ってから後悔するんよね、人間は。不器用な男2人だね。このアニメは失ってから気づく不器用な人が多くて困る。エンディングカットきた。適度にアニオリ入れつつ特殊エンディングだ。魔導書の選定に迷うフリーレン。ガーベル様喋った。おそっと早くしてって言ってるのかわいい。報酬の魔導書選びに半日って。フリーレン様、3ヶ月あったのに選んでなかったんかい。ここはパパが次男くんをちゃんと見てくれてるからきっと大丈夫。すごくシュタフェルな回だったな。ありがて。何か思うところでもあったのかな、この顔。次回長寿友達楽しみだ。1話の内容濃すぎてくさ。金曜の夜にふさわしいダンス回だった。毎回これでいいんだよっていう展開をしっかりアニメにしてくれて感謝。前半と後半どっちかでも1話30分持たせてもいいぐらいなのに、すげえアニメだな。今日はなんでには詰め込んだんだろうね。クオリティは高かったけど1話ずつにしても十分作れたと思うが。年明けから試験編にするためと、原作7巻までを28話に収めようとするとこの配分になるのでは。フェルンがエロい深海だった。しかしあの後にあのムチムチの女の子は誰なんだって話題になるやろ。原作でも思ったけどこの誘い方できるのはイケメンだわ。もう付き合っちゃいよ。最高だった。やはりシュタフェルでしか得られない何かがある。 A パートの仲良くすやすやシュタフェル、 B パートの社交ダンスシュタフェル、控えめに言って最高です。舞踏あってアニメにちょくちょく出てくるけど、ほぼ静かとめがなんだよね。ちゃんとダンスを描けてるアニメってほとんどない。ほんのちょっとなのにカースちゃんと計算されてるし、顔も崩れてないのはすごかったな。手間かかってるわ今回。ダンスもだけどなんかフェルンの目線が地味に細かい動きしてたよな。シュタルクがいなくなったらどうすんだ。死んだって公表するのか。そういうことだろう。今の時期に死んだとバレて士気が下がるのを避けたいだけだし。カラーになるとフェルンが食べ物持ってるの目立つな。フェルン時々ため口になるのいいよね。解消なしエルフのせいで除隊臭くなっていくフェルン。
ドーナツは穴があるからノーカロリー。ドーナツやケーキ食べて魔導書を選んで、終始ご機嫌な様子のフリーレンが可愛かったな。ゾルトラーク、軌道曲げれるのやばすぎる。クバールさんなんてもん作ったんだ。多分曲げたり追尾弾を撃てるのは一流以上の人だけなんだと思う。みんなダンスシーンばっかり言うけど、戦闘シーンの BGM の盛り上がりとフリーレンの魔法攻撃重なるとこ最高だった。ザインの戦闘シーンの出来も良かったのに、ダンスシーンに話題を持っていかれるのが若干もったいないよね。戦闘シーンの音楽の調和も演出もバッチリだったな。単純にアニメスタッフの技量が高い。というわけで、早々のフリーレン15話視聴させていただきました。もう聞き飽きたと思うかもしれませんが、今回も控えめに言って神回でございました。何なんですかこのアニメ。原作読んでる私でもめちゃくちゃ面白く仕上がってるのに脱帽してしまいます。まず A パート、ザインとパーティーの信頼関係なエピソードだったわけですが、ここの何がいいかって、普通なら5秒間しか目覚めない魔法なんてただのギャグ設定のアニメで終わることが多いのに、ちゃんとそこを伏線として使って、その5秒間で物事を解決するってのが痺れます。それもこれもフリーレンの圧倒的強さの説得力があるからこそ、やっぱりゾルトラーク最強。こんなにゾルトラークが有効活用されてるのを見てると、クバール様があの世でにっこりしてる姿が目に浮かびますわ。ザインの戦闘シーンも相変わらずヌルヌル動くし、原作からもこうも印象も変わるのはアニメ様々です。しかしこれザインがいなかったら地味に積んでた案件なんですよね。そう考えると同族嫌悪で仲間にした感は有効でしたね。ザインをなでなでするときにフリーレンがジャンプするんですよね。このアニオリも可愛かった。何気ないカットなんですけど、ちゃんとザインとフリーレンの身長の差が現れててよかった。いい改変でした。最高の目覚めだったって言ってた、おそらくザインより年上の村のお姉さん、原作よりもめっちゃ美人でしたね。そらザインも名残惜しそうにしますわ。そして B パート、もうこれは私がここでああだこうだ言っても全国のシュタッフェル中たちはもだえ死んでることでしょう。このエピソードはアニオリマシマシでとんでもないことになってましたね。フェルンの花嫁修行シーンが追加されてるのもそうですが、なんといってもやっぱりダンスシーンですよ。原作では一コマ二コマで終わったダンスが、こんなにも綺麗に優雅に可愛らしくて凛々しくて尺を取ってくれるなんて、もう最高の一言でございました。ここのダンスシーンは永久保存版なくらいの名場面シーンに追加されそうです。ちょっとバイオレットエヴァーガーデン外伝をも思い出すほどに良かったな。音楽担当も同じだしね。あとケーキ食べてるフリーレンが原作じゃ分かりにくいっていうか分からなかったんですが、めちゃくちゃポニーテールになってたのに驚き。ポニテフリーレンがケーキ食べてるなんてあざとい。あざといがこれは超可愛い。エピソード的にもしっとりとした感じ。でも残されたもののために前を向こうとしているのが良かったですね。ガービルさんの早くしてもうちゃんとアニメで聞けたし、今回も最高の1話でございました。ここら辺のエピソードは原作で読んでるとどうしたって地味に見えがちなんですが、アニメで見ると全然違う景色に見えるようになります。原作が悪いと言ってるわけじゃないです。原作も当然素晴らしいですよ。素晴らしい出来栄えに仕上げたアニメスタッフに感謝、ありがとうございます。最後に魔導書を選んでるフリーレン、今コラボやってるアジポンを出す魔導書探してたりしたら面白いね。次回は多分久しぶりに続きもののエピソードになります。ザインに重要な出来事が。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。気軽にコメントもどうぞ。